で皆さん、急のところに来たら、お兄さんを見て、見てくださいね。そう、小さな愛を出しますからね。はい、行きます。はい、はい、はい。6、7、はい、8、次、9、はい。はい、そうでしょうか。でも、最後、分かりましたか？分かりました？ね、でこういったね、小さい滑りって、2位の方でね、聞いてもらっているんですね。これね、あ、これだけ小さな動きの合図でも、お取り合いの時にしっかり見てるんだよっていうお話でしたね。はい。さあ、この目ですけどもね、自然界でも役立っています。例えば、海に入る前に、海にですね、サメの背びれや、シャチの背びれがある時に、海に取り組みますと、危険になりますよね。そういったね、危険回避のためにも、常に周りを見渡して、しっかり細かいビンカもね、落とさない。そういう能力を持っているんですね。はい。続いても、まあ、ロタリアの目のお話なんですけども、はい、今度はこのリング、ロタリアに投げていきます。首にかけてキャッチしてくれるんですけど、この時に、ちゃんとリングを追いかけてキャッチするんで、そういった動きもぜひね、ご覧ください。では、夢ちゃんに投げていきます。これ。結構で、いいので。今度はね、右とか左、いろんなところに投げていきます。はい。もうね、いいですね。余裕ですね。そうですね。はい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 。主人も判断しますけども、まあ、自然界では泳いでる魚を目で追ってますのでね、この方のリングは止まっているように見てるかもしれませんね。すごくお魚をね、泳いで捕まえてますから、こういった動くものに対して目で捉える力が非常に優れているんですね。はい、じゃあ今度ね、ナナちゃんが泳ぎながらリングをキャッチしていきますからね。いきます。よいしょ。ここでいいですね。結構強いですね。すごいな。はい、しっかりと余裕ですね。全部キャッチしてくれましたね。この水族館のね、館内には魚たくさんいますけども、水族の魚の泳ぎ方はあれはですね、かなり力を入れています。本気で泳ぐとね、もう目で、人間の目では追えないんですけども、そんな魚もお魚は自然界では餌として捕まえているんですね。はい。さあ、今日はね、最初の目をね、紹介しましたけども、お兄さん、残念ながら、ここからですね、お金の目も見えませんという感じがあるのでね。でも、もう可愛くてね、クリクリした目してますもんね。はい。さあ、このね、大きな目があるからこそ、小さな変化にね、しっかりと気づける、そういった能力がありますからね。ぜひね、ベントランスに写真あるのでね、北海道サイトに見ていってくださいね。はい。さあ、それでは、ナナちゃんというか、そう、戻る時間ですので、はい、はい、皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。オタリア水族館ではですね、オタリアの他にも、トド、アシカの方もいますしね、その他にもアザラシの方もたくさんいますので、ぜひオタリア水族館で、アシカの仲間、アザラシの仲間たくさん見てくださいね。さあ、今度はイルカショーを行います。イルカショーでは最前列のお客様、水しぶきがかかることがございますので、カメラやスマートフォンの見扱いには十分ご注意ください。そのため、イルカたち、気象中皆様の目の前にやってきますけども、その際にですね、席から心に座ったままご覧いただきますようご協力をお願いいたします。それでは準備をしますので、少しお待ちください。
の目でしっかり見た方がいいんじゃないの。カメラ撮ってたら見れないよ自分の。それではまずは皆さんの目の前に入れます。さあ今回頑張ってくれるイルカ向かって右側からメリーとロビンの人です。皆さんよろしくお願いします。さあそれではまずはイルカたちに出しているサインについてお話をしていきたいと思います。現在、イルカたちのサインを20種類以上届いています。それぞれのサインをトレーナーが出すと同時にですね、瞬時に判断して行動を移すんですね。それではそのサインを少し紹介したいと思います。まずは小さいサインです。音を出すサインを見てみましょう。はい、今、メリーは間違えています。はい、これね、間違えることもあるんですね。私たちの人間は生き物ですのでね、サインを間違えることもあるので、もう一度言ってみましょうか。Thank you.
また聞いてくれてるな。